ここはごごしじとあいなった。宮坂殿、一旦ご苦労にござった。宮坂殿、こたびのやぶみのテーマはわしが考えたわけではないからな。<laughs> 岩手のワンコそばのむす娘に向けてとかそういうのじではないからな。の聞いておる、宮坂殿。<laughs> <laughs> 聞いておる違うからな。わしではないということだけ伝えておこう。<laughs> さあ、ということで、これよりはビ <laughs> ートランド834サテライトフラッシュじゃ。 毎週水曜日の担当は服部半蔵忍者隊であるよろしゅうお頼み申す本日の出陣は鬼の半蔵こと服部半蔵正成とイラテの掃除でございまするわねだ服部半蔵忍者隊ここに水産さあさあさあこうたびもリモートなる術を用いて生放送でお届け出す掃除あ、はもう気づけば3月ということであ、さよ弥生に入り申したな わしあの1週間ぶりにこの名古屋城に登場したんじゃけど名古屋城の東門の近くのもうオオ桜が咲いておったな。

た,いたします発表されたりされてなかったりしておりますがあのまだこたびの放送で話しておらんということでそうじゃな。だで <laughs> あの,のこの、まあ、暖だから人によっては暖かい季節になるやもしれんし人によってはこたびの気温のような寒き <laughs> 時期になる、まあ、時期やもしれんと。 しませんなるほどな、うん。ゆえに草寒桜のようにもう私の別れを,ば、うん、身を見守って頂ければと思いますがのそうじゃな咲き <laughs> 起こっとる、まあ、季節ということじゃけども<は>ま,あまずあのこれ我らの声を初めてこたび聞いとるものを、まあ、まずおりやもしれんから<あ>、まあ、我が隊の紹介ともやろうではないかそうじ。 いたしました我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさと愛知武将観光をより一層盛り上げていくため徳川家康様をお支えした服部半蔵様を中心に忍びの生たちによって誕生いたした愛知の魅力を発信する観光 PR 隊でござりまする日々名古屋城にておもてなしそれから土日祝日には侍忍者ショーなどを行っております。 そうじゃな現世にては電波線も用いて忍びの文化そして愛知を盛り上げていきたい所存であるではでは本日のメッセージテーマを発表いたす庄司はっこたびのメッセージテーマは「初デートするならいずコでござりまするやぶみメールはメディアヘムの電子版ホームページのメッセージをクリックしてお送りくださりませ。 またメディアスイヘームの専用アプリからもメッセージをお送りいただけます、ね。アプリのダウンロードはメディアスイヘームのホームページからよろしくお願いいたします、ね。皆様からのメッセージお待ちしております。うん、待っておる。さあさあさあ、この男女のあう声という言葉はの 平安時代から<あ>まあござったそうでの今のタイガー絵巻でやっておるこの光源氏の君の時代じゃなこれさようでございますな、ね、これ古いよりある言葉なのでございまするなこの、うん、日の本の文化としてそういうものはちょっとこう人目を盗んで忍んでのんねという何やらひそやかな感じがござるようでありまするな。

ああさようですね相引きこの終わり三日いろいろ相引きに適した場所ございますが<う>せっさー,もっーこたびはこの犬山城のこの城下町を押していきたいところですの何ああもう犬山城のこの城下町まことにこの,旅、うん、あの食べ歩きなどが盛んでございましてこの甘味を食べながらこの城下町の。 いにしえというか由緒ある町、うん、を歩いて町と犬山城の天守から景色,景色を眺めて、うん、でそれからです、ね、この犬山城こ,の、まあ、これなんていうか来月のうずきの4月の6日から7日には、うん、この犬山祭りが。うん 始まるんでござい犬山城が犬山の城下町が押しておられる山山を見られるそれからからくり人形も見られるその催し事が開かれるということで。ごががあればぜぜひひとといいいいいうこででお願たしまますす様かかざの 現世のの、俺、<っ>あの上の道、まあ、要は高速道路でつながっておる、あ<ー>まあ、下の道からもつながっておる。カリアハイウェイオアシスなるところ。あおようござりまするの。そうそう、わわせはもう大好きなんだけど、<っ>まあ、あそこの一日中楽しめる場所なんじゃな、この。あらゆるこの遊戯、まあ、乗り物とかの、あ,<ー>あと遊具がござったりとか、<っ>温泉もござったりとか。の食事ころもござったりとか。 あらゆるもう全てが揃ってるんで豪華なか屋もござって一 <laughs> 日ゆるりできるり <laughs> <う>あさようでございますいやほうかこれは確かに合いびきには適しておるというかもう最適でございまするなそうじゃおいで例えば鉄格を持っておったら<は>あの偉いこう例えば尾張かんに住んでおるものも、まあ、遠く<は>まあ他県に行かんくてもなんかど,どういうこう 遠くに来たような感覚に落ちることができるるのじゃなほどなるほどちょっとご興味があれば初デートにぜひ刈谷は繁栄オアシスそ,そ,そして稲山城下町。 もし <laughs> もう、お越しくださいませ。お越しくださいませなのか。えー、<laughs> 愛的に使うと映像なのか、わからんけどな。さようでございますな。なそうじゃな、ささうん、うん、ということで、まあ、皆にも。初デートで行きたい場所、<あ>初デートの思い出だ、何でも映画の、うん、聞いてまいりたい。あ、皆様メッセージどしどし、送ってくださりませ。んそれでは、ここで一曲。カルマ殿で。デート。 服部半蔵忍者隊が生放送でお届けでしゃるビートランド八三四。サテライトブラシ。この番組では、南だからの、メッセージをお待ちしておる。本日のメッセージテーマは。初デートするならいずこ。じゃ。さあさあさあ、どんなメッセージ送られておるかの。は、ラジオネーム、マレンローズ殿、どの。 ね半蔵様はじめ皆さんスタッフの皆さんリスナーの皆さんはじめまして千葉県から「FM プラプラ」で聞いていますありがとうございます。 以前から忍者隊のことは SNS や YouTube で知っていましたがラジオやメールは初めてですいつかは演舞を見に行きたいですよろしくお願いします待っておる、えー、お待っております、えー、テーマの初デートするならいずこでございますが、えー、ですが、えー、景色のいいところ特に展望台から景色を一望したり海の見えるところで大切な人とデートしたいですとのことでございます いやこれええの、そういう高台とかの、山まの海を眺めてな。いやもうこれうてつけでございまするな、この、昼の景色もよもヨでございまするが、もう夜の夜景というのも、ほに綺麗なんでございまするな。ああ、ええ、かな、ええ、かな、ようですな、この、自然であったりこの街並みであったり、夜景というのも、ようございまするな。もう、いつ頃じゃだろう。<laughs> も初デート初の仰せでございまするからもうこれはそうじゃよな <laughs> 確かにいちころああさゆりさんでもあの展望台で高いじゃろおそらく高きところじゃろさようでございまするなだから高きところが苦手な例えばまあ女子ゴールドするが、ね、あ、はあははあ、らちょっと怖いな言ってだから私あの脅かすのが好きじゃんからうえ言うてほい <laughs> 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 でそれで楽しむというない ワッパのようなことをまたおっしゃいまする結果嫌われるという多分そういうことが起こるんじゃろうな <laughs> いやもう夜景の力を持ってしても難しいことになりましたね <laughs> 夜景の力を持ってしても半蔵様のこの子供らしさというところからそう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 えー、言って驚かそうかなと思うと バ <laughs> <laughs>、まあちょっあの平和に初初デート初の応勢を楽しんでいただきとうございますがのマレンーズゾンにはマレンズゾンの方にありがとうございましたありがとうございますあわしかれやよじゃあ次あはお願いいたしますあでは参るぞ、えー、ラジオネーム半蔵様と宗司さん好きどのあ、えー、半蔵様宗司さんこんばんはこんばんはにございます え土曜日には名古屋城に忍者隊全員参上楽しみにしておりますあほうじゃんな<っ>今週の土曜日のありがとうございます本人お待ちしておりますお<っ>お、待ってる待ってるえさてこたびのメッセージテーマは初デートするならいずこですが私は遊園地ですねおお<ー>。アトラクションに乗りながら距離を縮めていきたいですとのことじゃああ、ようございまするな遊園地でございますが<ー>遊園地といえばそれこそ本に怖い、うん あの絶叫なるものの乗り物がさんございますな。そう,そ,うそうじゃ、そうじゃ、そうじゃ。さあ、でございますの。これがもう怖いという状況が。まあ、いわゆる吊り橋効果というのですかな。<お>その怖い。お。<laughs> なんじゃ、なんじそれ。そ怖い。<laughs> まあ、その怖い状況というのが、まあ簡潔に言うと相まって。<お>それで、その怖い状況でドキドキしてしまい。その相手へのドキドキだと勘違いして、より好きになってしまうという。そのような効果があるそうでございますの。忍術に近いかもしれんな。あ。 やも知れませるなこの心理戦と言いまするか確かに忍術に通ずるところがございまするなもう遊園地あるしお化け屋敷もそうじゃなあんじゃなんじゃ無礼いたしましたある種忍者屋敷と言いたかっただけでございましたあんななるほどなじゃあお化け屋敷もそうじゃなあさようでございまするなもうお化け屋敷など物理的に距離近くなってしまいますがゆえにそうじゃなうんでもさ あの殿方しかりあの,の女子もしかりじゃけど2人とも「ヒヤー!」ってなっておったらどちらも恐怖に怯びえとったらどうなるんじゃろうなこれ <laughs> 確かにちょっと収拾がつかんくなってしまうていやまあ,まあまたそこもお互いの意外な一面が見れたりして楽しいのやもしれませんのこれはあそれすらも楽しみになるちゅうことかでございまするなこのまた終わり三河にもぎょうさん楽しき遊園地などござるのでぜひぜひ。<laughs> <laughs> お越しいただきたいところでございまするのうんよろしくお頼みますぞお願いいたしますうえ半蔵様と当時さん好きのありがとうございましたありがとうございましたでは続いて選手から参らせていただきますえ、ラジオネーム野球十一兵衛殿初デートするならそりゃ富士の山じゃなんせ標高日本一の山じゃから共にこの山を登れば 日本一のつがいとなれるじゃろな。さらにどんな困難も共に乗り越えられるようになるじゃろ。いや、ええ、えアイデアと思わぬかとのことでございます。なるほど。<laughs> 確かに高木の感動があるわな。それ例えば。 あのーうん、ほれあのー、ご来光ご来光じゃったあのー、あ<ー>日がのわーっとこの見る一緒に見るかな、ね、<ー>確かにその困難を乗り越えた上での,その先ほどもおっしゃっておられた高い景色と言いまするかもう素晴らしい景色で、うん、確かにこれは距離が縮まるにはもう最適やもしれませんな、うん、いやでもこれしかしだから難しいと思うぞうんさあようですな<ー>この初デートというと 困難が多いやもしれませんそうお二人のそう、うん、なんていうか関係がござるから困難を乗り越えられる。 確かに初デートでそこ行ってみたわしよそ喧嘩になるんじゃないかと思うよこうだ大変なとこ連れてきただ言うて息しないし登れば登るほど言うてただ初デートと言わずとも恋仲に至るまでに友人として行くそれで仲が深まるということはまたございかもしれませんなあなるほどなああいう修行にもなるでな さようでございまするな富士の山<ー>日本一の強さが手に入る山かもしれませんの。そうじゃな <laughs> いやまあそれもありじゃな。さようで、ん、ございまするなやほにやぎゅういちべいどのありがとうございました。ありがとうございました。私からよじゃ次。あではではお願いいたしまする。うん、えー、ラジオネーム神名月もみじどの<っ>、えー、半蔵様掃除さんこんばんは。こんばんはにございまする。えー、なんだか冬みたいな日でしたね寒かったな。えー、<laughs> ササおかずなど召されませんぬようお気をつけてくださいませ。 <は>えー、さて本日のメスえテーマですが「名古屋城はいかがでしょう?お」おおんまる御殿を見て、えー、お外のい、えー、飲食店街で、えー、ラブラブランチゆるりと栄までお散歩してテレビ塔でお泊まりなんて素敵じゃないですかあちなみに え東山動植物園のボートは NG ですよ。<ろ>二人で乗ると分かれるって有名な話ですから。<laughs> あそうなの。えあ,<ー>あと他にもそんな NG スポットありますよね。お二人はご存知ですか。とのことじゃ。知っておった。いやこまあ、風の噂で聞いたことはございまするが、あ本当にこれ有名な話なんでございまするの。うん、<こ>まあ何やら有名らしいけどこれ本当かのこれ。そんなことないと思うぞ。ただ言い訳にしするだけじゃないかこれ。 あれございまするかの、あとはボートと言いますると、あの、何やら白鳥などの形をしておるあれですの。うん、ござるござる。あ、あれ、まあ、こぐのが難しいというのもあるのやも知れませんの、ちょっとうまくいかんで。 機嫌が悪いなって、ちょっと,と喧嘩になって進まないじゃない言うて、<laughs> なかなんかなんとなく可愛らしい理由ではございますよなそれでござれば、まあそうじゃな水かかったわよとかの、<laughs> そなんなななっておるんかの、まあちょっとちょっと笑い笑いにくい話ではございますそが、<laughs> そうじゃな、だけど人気だでみんな乗っておるから共通してそういう風になんか。 なんじゃろう乗ったからっていうその共通しての話題でそういうふうになってまったような気がするんじゃけどなまあいやもしれませんのいまあ一種の都市伝説と言いまするかもちろんこのボートに乗られたその恋仲の方でもしかと長く続いておられる、うん、まあ婚約に結んだ方というのもおっしゃるあいらっしゃると思いますがの。うじゃな、うん、対応でございままするのゆえに、まあ はい、です。まあ、NG ということで。そうじゃ、そうじゃ。まあ、まあ、じゃ、しかしながら、まあ、このボート乗ってな、まあ、しかとその恋中を深める。そして、親父は来て、この終わりの、この街を見て見て。の、深めるっちゅうのは、もう、A、ええ<ー>、あれじゃかな、旅。っていうかな。は旅って言いまするか、うん、いや、さようでございます。すなをせっ言いまするか。の、ええ。 おすすめするおすすめするで最後台湾ラーメン食べてニンニク食ったなって2人ともなそれはもう東山動植物園のボート以上に分かりてしまうじゃないですか2人で匂いを発せればもう打ち消しあって打ち消しあっても平和になりやもしれませんのそうじゃなあありがとうございまするそうそうそうでは続いてまいりまするかなではえは では、ラジオネーム文庫勤めの小雪殿。うん、ええー、はん、服部半蔵忍者隊の皆様、こんばんは。こんばんは。ありがございます。本日も任務、お疲れ様です。 えー、そしておくれば遅ればせながらわんこそば大会ご出陣お疲れ様でございました、うん、あ,ありがとうございますそうじさんリンチャンネルねる初陣おめでとうございまするマイペースな食べっぷりがツボでした <laughs> いやいやいや,いやさてこたびの、うん、<laughs> さてこたびのメッセージテーマですが <laughs> デンパークはいかがでしょう,うフ,ロおフローラルプレイスにあるカフェブロ,ースブロムスターの

拙者は別にマイペースに食べてはおりませんよバンコそばは拙 <laughs> 者は一生懸命食べておりましたがそんなマイペースなどと言われてしまうというです、ね、神経でございますよ <laughs> 神経でございますよ <laughs> これは神経でございますよ拙 <laughs> 者は頑張っておりましたが急にカツが飛んでいっただ <laughs> <laughs> まだ確かにあれは難しかったよな <laughs> いや、まあまあまあ、本に難しいでございましたな、あれは。思ったよりは、思ったより三倍ほど難しいでございましたが、ゆうに。No. Oh. Oh. 確かにの。おお。さよでございます。また、次回がござれば、頑張りたいところでございますがな。そうじゃな。うん。さ、うん、そして、そして、このテンパーク。<No. S 1> ようございます。おお <No. S 1>、oh.。まあ、年がら、まあ、年中楽しめるわな。 多様でございます。お、四季折々、おりの花が咲いております。るがゆえに。うんうん。うんに美しいんですの。そうじゃ、そうじゃ、ほら、あの、夏色のそうだいう、わし飲んだことござるけど、それ。あ、それでござりまするか。いかがでございましたか。いや、まこと美味、もう夏にうってつけ。ああ、多様でござりまするか。うん。百杯は飲める。な百杯でござります。ああ、百杯はほんに美味しい。おおあの。 ゼリーなるものの固まった四角形みたいなのがゴロゴロ入っておったりとかそれをソーダなるものと飲んでな炭酸が効いてまた美味しいんだよこれ。これは夏に飲んだらもう涼しげに楽しんでいただけることを受け合いでございますなこれは。そう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 ほいで腸詰めが原生でいうとソーセージになるものがござったりとかございまするな。電美味しいももの餃子ござったりとか ああ、なるほど、なるほど。そうです。しかと、景色や花も美しいございます。そうです。なるほど、電波がこれもおすすめでござりまするのなるほど。文庫勤めの小雪殿、ありがとうございましたありがとうございますじゃあ、続いては、ありがとうでは、お願いいたします。ラジオネーム、綾之助殿。半蔵様、掃除さん、こんばんは。こんばんは、にござります。 え、今日は暖かいと思いきや、風が強くなったり、忙しい天気でしたね。出陣、お疲れ様です。ありがとうございまする。え、じテーマ、初めてのデートで行きたい場所はですが、もうすぐ桜が綺麗な季節ということもあり、お花見デートがしたいです。あら、名古屋城で美味しいものを食べながら、お花見デートもいいですね。まだまだ寒暖差が激しそうなので、お体に、お気をつけて、任務頑張ってください。とのことですあ。ありがとうございます。 花見,がな花見は本にようございまするな,な<ー>ただこの咲いた桜が本人早く散ってしまいまするが故に時間との勝負でございまするが、うん、故に散っていくこの花吹雪がまたこれ。 ああ、そうです。もうそれを見ながらの。飲み歩きなども良いのでございますな。な。そう、のり食,<べ>食べ歩きして,て。二、うん、人で歩いてみん、んこれも。ああ。<laughs> これはもう綺麗だけど、お主も綺麗じゃな、なんつって言うて、これ。まあ。ほ。本人。ええな。

桜吹雪のように美しい話ということでございましたいやいや,もいや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 ,いや美しかったんかのいやパチパチパチではないでが恥ずかしになってきた今 <laughs> 顔が熱くなってきた今ごめ,ごめんいたしました <laughs> いやいや今の桜なこれの対応でございます間もなくもう桜の季節ということで仕方と楽しんでいただければと思いまするのいやあやんですけ殿ありがとうござるありがとうございましたさあさあということでもうそろそろ刻ということで あこれみんなの話聞いておったらもうなんじゃもう胸踊ってきたわし <laughs> もうなんかもうこれが伝染してしまいもしたなこの曲もう伝染してきたもうもう <laughs> もうちょっとまず落ち着かせるためにここで一曲聴いてまいろうかお <laughs> じゃああさ<ー>ようん、あそですなうん <laughs> それではこれでは1曲聴いてまいろう。 ビートランド834サテライトフラッシュ午後7時から30分間の生放送でハットリ忍者隊がお送りしてきたがそろそろ姉妹の国なのじゃ。 初デートで行きたい場所を聞いてまいったんじゃけども、いくつになっても、こいっちゅうのは、ええもんじゃな。ハンゾ様、ちょっと、あの、参勤でございます。もう、よだれが垂れておりますよ、ハンゾ様。あ、いやいやいや、ちょっと、ついちょっと、なんか、なんか、妄想が膨らみますな。そうそうそう、そうもう、なんか、真の像が高まってきたわし、もう。いや、参勤じゃ、忍びの参勤のもの、もういや、さよな、い忍びの模範ならな感じなわし。 にしてくださりませ。<laughs> あ、よかった。<laughs> とこのように、毎週忍びに関する知識を交えながら、楽しく皆と交流してまいりるの。よろしゅう、お頼み申す。は。この放送を聞いて忍びに興味が湧いたよ。という方はぜひ服部半蔵忍者隊で検索してくださりませ。 えー、我らが電子網ホーームページに出陣情報ござりまするそのほか XInstagramYouTubeTikTokFacebook などなど各種の電子網を通じてかっこいい忍びの姿我らの活動の様子発信しておりますがゆえぜひぜひご覧くださいませなお行さんの方からメッセージやぶみ頂戴いたしましたが国の都合上全てはご紹介できませんでしたがゆえラジオネームだけでもご紹介させていただきまする。 ポッポ殿、白ヤギメイ殿、サキピー殿、なんか陽一殿、いつも明るいミホニャン殿、神奈川のライチ殿、ナオミ殿。後ほどシカと読ませていただきまする。さんのメッセージ、誠にありがとうございました。んでは、来週のメッセージテーマを発表いたします。来週のメッセージテーマは、年を重ねる。あ年を重ねるといいなぁと思うことござる。じゃ。 メールはメディア政婦のホームページにあるメッセージボタンからまたメディア政婦の専用アプリからもお送りいただけまするそしてこの放送はメディア政婦の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされておりまする。 メディアセフエム、YouTube で検索いたし、ぜひ確認いたすのじゃ。それではこの後を再び宮坂好の殿のビートランド八さんでお楽しみあれ。来週のこの時間にまたお会いだそうではないか。ここまでのお相手はハットリ半蔵忍者隊のハットリ半蔵と伊田店の掃除でござりました。最後はこの曲にてドロン。酒井裕斗のでドキドキ。じあ掃除の最近ドキドキしたことまで三二一ほい。 あの演武のさなかに半蔵様が3回連続で噛まれた。